休まなくていいの？いろんなことがありすぎて落ち着かなくてな。それにいよいよ決戦が近いと思うと。シオンこそいいのか？私もなんだか落ち着かなくて。ダナデのスルドたち相手の戦いから始まって随分遠くまで来たもんだよな俺たち。そうね、たくさんの出会い、戦い、本当にいろんなことがあった。もしシオンと出会ってなかったら俺はみんなとも出会わず、炎の剣を手にすることもなく、記憶も顔もない奴隷のままとっくにのたれ死んでいたかもしれない。一つ約束してほしいの。なんだ？もしレナス・アルマが見つからなかった時のこと、レナの精霊を確実に倒すには精霊そのものとその一部であるイバラの両方を倒さなければならない。だから約束して、もしレナス・アルマが見つからなかった時は炎の剣で私ごと精霊を焼き払うって。え？炎の剣にはレナス・アルマほどの力はない。それでもスルドたちに打ち勝ってきたあの力なら一か八かをかけてみる価値はあるはずよ。本気で言ってるのか？これまで何のために？聞いて、これは私たちだけの問題じゃない。世界のレナとダナ、大勢の人々に関わる問題。この先どんなことが起きるかわからない。だからその時迷わないようにしておきたいの。もちろん死ぬつもりはないわ。そうならないために必死で戦う覚悟よ。ただあなたにも同じ覚悟でいてほしいの。わかった。だけど最後の最後になっても俺は絶対に諦めない。何があってもだ。その俺の勝手も許してほしい。アルフェ、分かった、あなたの勝手を許すわ。ありがとう。これでお合子かしら？ああ、お合子だ。あなたが初めて私に触れた時、イバラのせいで私は人のぬくもりを知らずに育った。恐る恐る私に触れた後で人の目に浮かぶのは恐怖だけ。なのにあなたは無造作に私に触れて何の反応も見せなかった。私がどれほど驚いたか想像できる？あの頃は痛覚がなかったからな。痛みが戻ってもあなたは私に触れた。何より私の心に触れてくれた。あなたが痛みに耐える顔は見たくない。それももうすぐ終わるさ。本当に？それはだって俺も。その次
茨のいないところで聞かせて。